はい、どうも秘密結晶映画無双水八でございます。え、いつもはね。ヴァフォーレ甲府のサッカーの話題ばっかなんだけど、今日ばっかはこの話でしょう。う山梨学院選手権優勝おめでとうございます。ほんとすごかったね。いや、興奮冷めやらないんだけれども。いや、特にもう。まあ、正直ね。あの試合の本体の方は2対2と。 いうことでまあ2点目のゴールもあの競馬のレースとかぶっててあんま見てないからあれなんだけどもねまあでも1回は最強と言われたチームに逆転されてそれでもね諦めずに追いついたからこその結果なわけでねこれは90分まあ、そして延長を含めた110分で蹴りがつかなかったとかだから 言われてもまあ、0対0で守りきってね本当守って守ってだけだったらなんか変なこと言われてもねヴァンホレ甲府のサッカーみたいにあのドン引きだとか言われてもねまあ、それは仕方がないんだけどそうじゃないからね本当すごかった本当すごかったしもう PK 戦ってなったらもうなんか <laughs> まあこの大会も2試合勝ってきてたとかねピあのキーパーの熊倉君だっけすご,すごいなって言わもう元が言われてたってこともあってなんか安心感があったんだけれどもまあそれにしてもすごかったよね。 まああ本当におめででとととううございいままますということですこね本当、まあま、ずはそこなんだけれども特にね PK ってことになってくるとまあ昔は、ね、ヴァンフォーレには阿部健作っていうキーパーがいてね PK 止めるのめちゃくちゃうまかったんだけど、まあ、PK ストップに関しては本当定評があるキーパーで。 1>, 1試合2本 PK ストップの、ね、J リーグ大記録当時は前半だけで日本止めたのはハーフで日本は新記録だってことになってたんだけれども、まあ、そんな、ね、記録を出して、ね、あの残した安倍検索の PK のストップをほうとさせるような、ね、PK 戦で勝ち上がってきてて、まあ、そういえば藤枝明誠にいるはずなんでね PK でまあ安倍検索に勝ったっちゃ勝った勝ち上がってきてるんだけど、まあ、そこで言ってたのが。 えーと例えば相手との駆け引きでまあ、あの飛ぶタイミングっていうかねあの見ていくタイプとこう使い分けるとかあとねあのそのそ2本止めた時に言ってたのが2本目っていうのは止めやすいとかねそういうので相手の癖を知ってると止めやすいこれ準決勝の PK 戦がそうだったよね相手の1本目にあの同点ゴール PK での同点ゴールを決めた選手が出てきてそれを止めた。 まあだから2本目だから止めたんじゃないかなと思ってます。そして PK 戦をそれによって優位に進めることができたのが準決勝。で決勝はね1本ずつ決めた後の2人目が元チームメートだったんですよね安く君。元チームメートってこともあって相手のことをまあ知ってたということでそれで止めれそれを止めたのが大きかったやっぱそれで癖をある程度知ってるとかで止める可能性が高,かったな高いかなと思ってたら本当に止めてくれたのが大きくてそこからの流れで勝てた。 まあ本当にね PK を止めれるキーパーっていうのは相手のねそういうことを知ってるっていうところを生かしてねうまく止めてくれるしここぞっていうときにそれをやってくれるんですよね、そうだったよねっていう感じでね本当にそういう思い出があるんだけれどもそれをね思い出すようなかつてのこうマンホールが上がっていくときに、ね、そうだったなっていうのを思い出すようなね頼りになるキーパー。まあ 正直試合中のまあ試合のレベルが違うとはいえね高校とプロでは違うとはいえまあ試合中を見てると阿部検索以上に頼りになる雰囲気あったし PK だけ考えるとその辺を思い出すようなことがあったねまあだから PK で勝てたのはまあ相手のことを知ってるっていうのをねあの100位かしてそのを知ってるからこうだぞっていうのを確信心という時に確信に変えてそれを一発勝負大事なところで出せるほんとこれは素質才能だよねもう。 できれば4年後甲府に来てほしいなって思うようなねそういう選手ですね本当にまあもちろん例えばもう山口武善君のそこう最後振り切って PK 振り切って決めて相手のねキーパーの手を弾いて決めきってそれで,で最後足がもう。 っっちゃったとか、ね、そういう最後本当に PK の最後の一蹴りまでみんな力を出し尽くしたなって見えていやあれが決まった瞬間ああもうこんだけやり尽くしたら勝つしかないよなと思ったけどいやまあ PK 止めるのもうまかったし本当にそこもあったけれども本当にねもうおめでとうとしか言いようがないまあ、そしてヴァンフォーレ甲府に関して言えば2010年11年前を思い出すよね。学院が買っ で優勝して優勝パレード、今年は優勝パレードできそうもないね、さすがにね。でも、まあ、そう11年前は、ね、優勝パレードやってね、学院が。で、J1 の優勝チームも J2 の優勝チームもやらなかったんだけど、j 2二で昇格したバンフォーレ甲府だけが昇格記念パレードやって、あの年ね、サッカーで優勝パレードやったの甲府だけだったんですよ。甲府のあの駅前のあそこの通りだけだったんですよ。まあ、なので、今年 J2 優勝して、 ダイル優勝いうてねあの、学院と一緒にのつもりで優勝パレードできるように、バンホコーフォレ甲府も今年頑張ってほしいななんて思いながらね、前や学院が優勝した時はバンホコーフォレ甲府も昇格したからね、そういう意味でも正月から縁起がいいですね。とかってね、いい,あのい,い思い出はつながるように願いつつ、まずは何より本当におめでとうございます。以上ハッチでした